勝手に回すなよ。なんで喋ろっかなーって出だし読まれたんだけど、こっちがもう強制的に始めてあげた方がいいんかな、はい、ありがとうございます。もう12月になりましたよ。いや、その何その12月になりましたね。12月になりましたね。ちょっと最初に宣伝になりますけども、12月23日は大阪で、1月8日は広島でライブしますので、ぜひ。1月8日ってことは私誕生日1月5日なので、もうほぼ誕生日ということで、ぜひ誕生日か来てもらえると嬉しいなと思っております。はい、チケットもう少しでなくなりますんで、ぜひ概要欄からゲットしてください。よろしくお願いします。来てくれると嬉しいなということで、チルさんも今日は遊びに来てましてね、なんかじゃあ動画撮りますかっつってカメラ回しておりますけれども、これメインだっけ。サブちゃんです。これサブちゃん。はい、サブちゃん。はい、サブちゃんです。うわ、景気がいいね。いかいか、すぐすぐサンタさんには怒ることってあんまないよ。サンタさん夜入ってくるだろ。入ってくるよ。屋根登って煙突からやん。煙突がガガサガって入ってくるよ、うん、すぐすぐなるだろ。何でしょ、思いとんじゃ誰お前は。入ってくるな。誰だお前は。目とんじゃこっちは。ってなるよ。ってことでね、2人でさ、ミスドとセブンやったよね。やった。なんでちょっと3人バージョンでやってみようかなと。で、まあチルさんが入ってどうなるかっていう、はい、かき乱されます俺にね。はい、声だけは張ってもらえるとそれだけでいいんで。はい、ありがとうございます。いいですね。いいですね。助かるわ。あー、いいですね。いいですね。編集するときにもうね、ちっちゃなこいつって思うんですよ、編集しながら。こいつってね、シャキッと喋れやってめっちゃ声出そうじゃん。うわ、めっちゃ助かるわ。めっちゃ声出す。成長するんですね、やっぱ。人って成長するんですね、やっぱ。黙れ、喋るな。何じゃ思うとんじゃん、夜のこいつ。喋るなって。喋っちゃいけんっていう、結局。うんでね、あの、うちはですね。映っていいですか。ダメです。セブンがめちゃめちゃ近くにあるんですよ。映るんか。映んないな。セブンがありまして、はい、それでまあ一致したら嬉しいよと、うん、一致しなかったら悲しいよと、うん、いう感じでございます。チルさん監督してください。俺監督セブンでそれぞれ何か買って、一致したら嬉しいね、一致しなかったら悲しいね、悲しいね。OK です。いいじゃないですか。はい、じゃあ補足を。セブンイレブンで例えばデザートといえばこれでしょうだったりとか、セブンプレミアだったらこれでしょうっていうのをそれぞれで別の時間で編集むずい。めんどい。テロップが補足説明。お兄ちゃん、毎回テーマを決めてそれぞれで好きなものを1つ買ってきてもらいます。それを、揃うまで繰り返すという感じでございます。お、うまっ、うまっ。いや、うまいんか。天才じゃん。これテロップ出しやすいでしょ。うまい。 K が全部今回テーマを決めてくれてるんで、何ですか。はい、言っちゃって。一つ目、はい、アイス。あー、いいですね。アイス、アイス、アイス。何の言い方な。ラッパーネックレスとかそういう言い方だっけ。ラッパーこうやって言いがちね。アイスって結構悪い言葉だよね。そう、いろんなあるんですよね、いろんな意味がね。買い行きましょうよ。もう買い行きましょう。買い行く。一人ずつね。買い行きます。はい、買ってきましたけど。どうした声。声ガサガサだったね。でも、チルさん久しぶりじゃないですか、撮影するの。ライブしてからは初めてじゃないですか、もしかして。ほんまね、うん、めっちゃ久しぶりだね、確かに。はい、メインとは知らんかったけど。はい、じゃあ、はい、もう仕切ってくださいよ、お兄さん。一つ目、アイス。アイス、はい、で、これで一致したらもう終わりなんで。あ、そうなんだ。そうですよ。やば。でも、これちょっと正直自信ある。でも、ちょっとあるよ。えじゃあ、私から出していいですか。はい、はい。今回は、チルさんこういう企画初めてじゃないですか、うん、で誰かに合わせるとかっていう思考ないと思うんですよ、チルさん。だから俺はチルさんが選びそうなものを買ってきました。おお、はい、いい考え方、うん、じゃあこちらでございます。せーの。誰と。こちら。誰とせーのな。実話なし音じゃけい。せーのって人と合わせるために言うんでしょ。アイス丸ごと生チョコ包みです。誰と合わせる。誰とはいいっけ。気にならん誰も。気になるよ。ケイの中のね、自分のジャックが持ってる、はい、心と体の動きを連動させるためにみたいな。そうそう、みんな見てる人とこうやってやるけ、みんな。そうなんだ。そう、せーの。ナイス丸ごと生チョコ包み。ナイス言ってないじゃん。言ったよね、今絶対。言ったよ。絶対言いましたよね。ナイス丸ごと。もうじゃあ2対0。いや、1もあるだろ。なんで1もないんや。
消しやがった自分で確かに自分の存在消しやがった確かに2対1だろ本当にチルさんねチョコ好きなんですよ。うちに来たら毎回あのロシェ食べるんですよ。でもこれちょっとバズってるというかさ話題になってるよね。美味しいよね。そうなんだ、はい、これで合わせに行きました。はいはい、はい、さあ次誰回しでしょう次誰回しましょう。あチルさん行ってみます。チルさん行ってみましょう。じゃあ行くよ、はい、チルさんどんな感じで買いました。あ美味しそうってほらやっぱりチルさんがやっぱねそういう感じね。そういう感じで、ね、オッケーです。俺はこれ買ったこれぬるっと出したハーゲンダッツの芳醇ティラミス、うん、バリうまそうじゃん。ティラミスうまそう。うわ、ね、ハーゲンダッツか。終わった終わった終わった揃わず。でもやっぱチョコだわ。じゃあ俺出すよ、まあ、もうこの、うん、いきます。はい、いい線いってます、うん、俺はこれあーそれ思ったおはようのブルレ、これうまいですよ。ほんまにね、あのクリームブリュレ上が焼いてあってパリパリでみたいな、ね、ちゃんとしとるよね。結構高いっすよね、これ高い、うん、これ300円超えです。高っ、うわー、じゃあ残念ということで食べました。まあ、いただきましょうか。いいんだったね。このね、なんかちょっと無機質なパッケージ、中身がまたいいよね、なんかね本物感があって、うん、じゃあいただきまーすいただきまーす。いただきまーす。ワンチャンあったわ、これブリュレで。でしょ。いや、俺もう合うかなと思ったんよ。あ、これ雪見大福みたい。雪見大福でしょ、これ違う。あ、美味しい。これ雪見大福のシリーズじゃないこれ。ちょっと食いたいです。あの大福じゃないっす。いや、喋りよんでしょ喋りよんでしょ。いや、これ牛皮じゃないんじゃね。あの大福の皮じゃないんじゃ。チョコ、これ全部生チョコ、生チョコすっごいまとわりついとってさ、ダイレクトにチョコ味わえるんですけど、うん、それだけだったら濃いよっていう人いるんですよ。俺です、それ。誰と喋りよんやチルさんよ。喋ってましたチルさん系と。いや、目を見とった目見とったら聞いてくれとると思うでしょうまい。ちょっと食いたいです、チルさん。はい、うまいよ、これ。あ、うまい。ティラミスの何あれ、ココア感というか、粉のやつの感じがしますね、すごい、うん、これも食べてみよう。分けて食うのはありなんじゃね。いや、言わないでください、それバレるんで。え、これ店のやつなんじゃ君のえどういうこと。おもろいね、チルさんパニックになるのドッキリです、これは。ドッキリでした。どこら辺なんだ、どこら辺からドッキリなどうでしたチルさんライブ、ところで。もうあんま覚えてない。もう1ヶ月前ですもんね、約。よかったですね、とりあえず。とりあえずね、うん、次大阪が何分ぐらい。30分ぐらいじゃないですか。で、広島がまた1時間半とか。まあ、そうですね、うん、一応東京の広島版ということなんですけど、そっち用にね、ちょっといろいろ準備してましてね。東京と全く同じ内容にはならないという感じなんで。あ、で、大阪用にもちょっとね、準備してまして。そうですね、年末に EP 出すって言ってたんですけど、初出ししていいですか。一発シングル出しましょうという。うん、もう作ったけどね。もうできてるけどね。しかもです、ミヤキースのシングル初のコラボ曲です。お、フューチャリングしてます。すごいでしたけどね。え、何今のかっこいいっすよね、うん、多分みんな好きだと思う、うん、パーリーって感じ、うん、ちょうどよく弾きやすいかもね、うん、あとはね、K のミックス。あ、そっか。はい、お前次第でみたいな目してきましたわ今。早して、早してほしいな。はい、完食しました。わー、アイス揃うまずということで、はい、次いきますか。次は何。次はセブンプレミアム商品。おお、てか、あのセブンのブランドのやつってこと。そう、じゃあ買いに行ってきましょう。よし、はい、鳴らせよ、もっとさあ、買ってまいりましたよ。ちょっと自信ある。マジっすか。うん、まあまああるよ、これ可能性いけるかね、これ。いきましょう。はい、じゃあ兄ちゃんから出してください。いい、マジでこれはもうね、てかこれでしょっていう。セブンプレミアムといえば。はい、いきますよ。はい、どこから出すの。なんでそっち入った。あんま食べたくないタイガのミートボール出さないでくださいよ。もう金の金玉やんねえ、キャンタマちゃん。そういうことですよ。そういうこと。キャブラミニ、キャンタ袋、ね、はい、キャンタ袋から出すんじゃ。はい、こちら金のハンバーグです。あー、ハンバーグ。金のシリーズといえばハンバーグ、うん、ハンバーグといえば金のシリーズ、うん、そうなんだね。そう言われてますよ。そうなんだねって。そうなんだねって絶対違うじゃん。そうか、違うんすか。金のハンバーグじゃないんですね。ハンバーグじゃないわ俺。はい、出せ。なんじゃ。俺は金の角煮。あー、角煮。角煮ね。そのイメージはないかも。ないんじゃ。でもうまいけど。うまいよね。うまいっす。てか金のシリーズってマジうまくないですか。あんま食べないんですか。あんま食べんのよ。食べたことないですよ。じゃあ、うん、食べたことない。え、ビビりますよ。
分かった。まあこの時点で、一茶ならずということで、はい、もう俺が何出してももう結局ね合わないんで、俺はこれです、金のマルゲリータ。でかでか金のマルゲリータ。それはないぜ。金のマルゲリータより K のマルゲリータの方がうまいけどね。言ってくれるじゃない。言うじゃん。その宣伝なんじゃ今日は。その K のマルゲリータを食べようの回。はい、温めます。温めて食おうぜ。食おうぜ。温めてきました。金のマルゲリータ、金のハンバーグ、金の角煮、チルキャットです。わあ。金のチル。金のチルです。食べていきましょう。いただきまーす。はーい。え、うまそう。そう、食べたことないですよね。ないない。マジうまいっすよ。普通にうまいね。いや、めっちゃうまいっすよ。てか、そこら辺のよりうまいっすよね。うわ、いいな。ちょっとハンバーグちょうだいや。でも食べてこい。ありがとうございます。食べてこいが。ありがとうございます。うん、ワイン飲みた。うまっ。くれや、ジジイ。こんなやつのやらん。お兄さんちょうだい。お兄さん、ちょうだいよ。ねえ、お兄さん。イカゲームのあの、夫人やめろ。うまいよね。大食いできるわ、これね。これもらうじゃん。バリ食うじゃん。めっちゃお腹空いてるんじゃないですか。お腹空いとんよ。近々ピザ焼きたいな。あるだろ、生地。生地あるよ。冷凍の生地買って、それで作るんですよ。それ伸ばしてね。誰に話しかけようんや。絶対視聴者じゃん。YouTube がここの対話もあるじゃないですか。一方通行よ、あんたの。マジか。誰も受け取ってくれなかった。うわ、一個も食わしてくれてないじゃないですか。食わんかったっけ。食ってないっすよ。やられた。貪欲じゃない結構チルさん食べる時、食べるものに食べたいっていつも言ってるじゃん、なんか飯のことしか考えてないでもね。始まる前から何もまだしてないのに夜ご飯何食べるみたいなさ。あー確かに、昼飯食ってた時にね、うん、みんなね、今日夜何食べようで今日頑張ってる人多いと思う。いや、分かりますよ。今日の夜ご飯何しようかって考えるの楽しいの分かるけど、昼飯一緒に食った後に夜飯何するって言われても何食いたいかも分からないし、分からん分からんってなるよね、うん、え、チェリさんは昼飯食った直後に今日の夜ご飯何か食べた、あれ食べたいなとか思うんですか。いや、あんまりでしょ。それを俺らは聞かれて分からんでしょ、それってなるでしょ。俺らの気持ち分かってくれました。楽しそうじゃん、でも楽しい。やばはい、ごちそうさまでーす。ごちそうさまでーす。美味しかった。じゃあ次。はい。テーマ。何？おじちゃんテーマ。覚えてない。美味しくない。毎回見るけど。残念なお知らせです。続いてのテーマ、食べ物ではございません。テーマ酒。あれ酒が入ったんよ。パンチ打ってるけど、心の中。マジ？うん。心のパンチ？うん。酒も心で言ってくれ。次のテーマ、雑誌。雑誌？雑誌。面白いじゃん。ありがとうございます。雑誌か。雑誌、俺雑誌買ったことないんですけど、コンビニで。俺もね、ほぼない。俺もないっすわ、うん、でも俺、意外と合う気がしとる。マジっすか。俺もでも、パッと出てきたのはあれかな、コンビニどの雑誌売っとるかわからんけど、行ってみてからですよ、これ。これは、行ってみてからですな。行ってみよう。行け行け、ほら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 行け。今買ってきましたか。買ってきた。エロ本買った。まあそれも雑誌ですからね。まあそれもね、いいですよ、全然。じゃあマジで合うかもしれない。行ったら意外とこれじゃんってあった、うん、俺もそんな気がしたけ。そうっすよね。合う気がするんじゃけど、これですよね。雑誌穴やぞ、狙い目や雑誌。本田さんね、そこ攻めれるぞ。ケイ外払え。浅野選手に言っとったね、それスペイン戦、ね、外払え。さあ、じゃあチルさんちょっと見たいな。チルさん、チルさん見たい。チルさん意外と買えます雑誌。雑誌って買わないっすよね。じゃあ行きます。はい、カメラにドンと。これ何、大人の週末。何それ、何それ。絶対合ってないじゃん、そんな。言った。おい、さっきチルさんにあんだけ散々言った。いや、でもマジで絶対合ってないじゃん。なんで、吉田羊さん。いや、これいいなって。でも、ねえ、自分で買わんかったら気になる。ああ、じゃあ、そば、そば、そば。こういう、めっちゃいいよ。めっちゃいいじゃん、俺これ、あとで読もう。そば屋行けるっていうので、俺はこれにした。でも、これで合うと思いました、チルさん。マジな話。俺マジで合うと思ったんだけど。マジ？うん。やば。感覚。じゃあ俺いきます。今回は合わなかったんですけど、はい、これかなって思った、うん、自分で手に取ってちょっとなんか受けたんですけど、こちらです、週刊文春。あー、まあまあ、俺もこれにしようかなと思ったけど。ですよね、俺これで合うと思った。文春は確かに合いそうな感じはするわ、うん、雑誌といえば文春、週刊誌といえば文春、文春みたいな、文春法じゃないけど。うるさいなこいつ。嫌いだこのタイプ。いや、男の活力 ED 治療を俺に見せてくれな。ビンビンだわ。
ビンビンなんじゃん。ビンビンじゃないって言った。いいなぁ、ビンビン。俺もそんな じじいか、そんなだと思うよ、多分。はい、ということで、文春でした。じゃあいいっすか、俺。はい、俺正直これで合うと思ってたんだけどさ、うん、初めて買った。でもみんなちょっとコメントに書いてほしいぐらい、何か何いくか雑誌ね。はい、いきます。はい、せーの、ダラン、ジャンプ。それ雑誌じゃないじゃん。え、マジありえんわ。え、雑誌じゃないじゃんそれ。え、雑誌じゃないんじゃん、わざとそれ。だって週刊少年ジャンプよ。俺ジャンプ初めて買った人生で。あ、そうなんだ。はい、コロコロはよく買ってたよね。コロコロコミック買ってました、小学生の時。1500% ないやないかい。ないよ、1500% って。相当古くない。あとワンピース9巻やないかい、今週。せめてあれや、ワンピースや。おすすめあればぜひ教えてください。はい、次行きましょう。行きましょう、第4回戦。次はですね、これ今の季節いいでしょうね。おでん。来た。これマジあるよ。今もう1個来たもん、パンって。一番に思い浮かんだものでいいんじゃない？うん。あ、あんま言わんほうがいいね。行きます？行きましょう。誰から行ってきました。誰から。え、じゃあ俺から行っていいですか？いいよ。いいよ。これあるよ。マジで。マジであるわ。じゃあ、どうぞけ。はい。こちらでございます。あ、でも今まんまとやられた。気づかんかった。誘導された。仕切られた。うん、気持ちよかったもん今。コメント置いてやに。ごめん。じゃあどうぞ OK。はい、行きます。こちら私が選んだのは卵です。おお。今までとリアクションが違うということは。パクっていっちゃって。いただきます。うん、いいね。じゃあ次は行きます。ジュダどうですか。じゃあ俺行こう。おお。お。実はね、うん、はい、5個買ったんすか。そう、どれか被るかなずるルール無視。俺卵なんよ。おーおおいけた。パグッといっちゃったやつ。1位ってことですか。うん、1位ですか、チルさん。卵は、うん、あ、卵好きなんですね。うん、じゃあいいですか、終わらしちゃってくださいよ。終わるかな。こっから行こう、上から。見えんじゃろ、何か。見えんよ。いきます。ベーコーン。やっぱか。そっちもあるよね。大根じゃないんじゃ。いや、俺大根かと思ったけど、卵食べたいなってなった。いや、俺もそうでした。まあ大根か卵のツートップかなと思って。卵俺あんまいらない派なんですよ、基本。あー、そっか。兄ちゃん、ばあちゃんが作る味噌汁にもいつも卵入れるって聞いてもらえるけどさ、いらんわって言うもんね。言ったことない、そんな言い方。めちゃめちゃおばあちゃんに、いらんわ、先週もいらんって言ってたろうが。引きこもりの人じゃん、切れ方が。あ、いや、大丈夫よ、ばあちゃんには。リアルはね、うん、あんたいらんの、卵いらんのね、入れんさいやで。いや、いいよ、いいよ。毎回いらんのにね。うん、本当に一番好きなのが卵。いや、餅巾着。あー、いいね。うん、でも食べたら別にないよ。俺、一番なんじゃろう、串。あ、牛すじ。あー、確かに。で、若い時はそうだったよ。わしが若い時はそうだったよ。だんだん脂っこく感じるよね。そう、俺今、うん、はんぺんが来てるんですよ。はんぺんうまいっすよね。めちゃめちゃ大人じゃん。なんかあのふわふわでジュクジュクで美味しいんや。すごい。食べたことないよ、お前。ないわ。食べてみ。うん、揃わんかったわ。まず、そう一番美味しかったじゃん。でも次はホットスナックで合わなかったらもう解散。まだあるかな。デザートもあったっけ。次はデザート。おお、セブンは美味しいデザートいっぱいあるよ。あるんですよ。 DK 兄弟で言ったらあれみたいなのあるんですよ。俺一番自信ない、これ。行ってみましょうか。あね。え、どんなの選んだの、ってさ。食いたかったやつを食った。何回やったら趣旨理解してくれる。何週目で。聞いてました今までの話。じゃあ誰から行く。兄ちゃんから行ってもらおう。マジ、うん、今ね、うん、ミュージックステーションウルトラスーパーライブの第1弾出演者を見てました。なんで今撮影中じゃって。歌が出ます。歌かっこ歌アドで。でも12月23日だけライブかぶってるわ。ほんまじゃ。バチバチじゃん。バチバチじゃん。裏かぶりしたわ。歌と歌と裏かぶった。歌とかぶった。そうや、頑張りましょう。いきます。あ、3人で同時出し見る。あ、確かに。めっちゃいいじゃんそれね。めっちゃいい。めっちゃいいっしょ。うん、めっちゃいい。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいって。天才系。天才系。斬新じゃろ。いきます。せーの、はい、はい、モコ、ガリントンマージュ、シャインマスカット大福。うわー、そっか、モコか。モコでしょ、兄ちゃんは。いや、兄ちゃんはモコよね。やっぱそうよね、ごめん。見たっしょ。見た。意外と200円するんじゃん、モコ。モコか。で、俺の理由はシャインマスカット。なんかうちといったら、まあ、断ることにシャインマスカットみたいな
でもそれうまそうだね。うまそうでしょ。でもほんまにシャインマスカットなんかねじゃない可能性もあるんよ、あれ、ね、シャインマスカットに似た形のやつあるけどね、種なしのね。シャインマスカット果汁だけとかね。シャインマスカット入っております。で、なんなんすか、かりんとうまんじゅう。かりんとうまんじゅう合わせる気ありました。俺ら買えると思いました。じいさんじゃん。いや、かりんとうまんじゅうめっちゃうまいけど。うまいのは知ってます。めっちゃうまいです。知ってます。それだけよ。合わないですよ、かりんとうまんじゅう、かりんとうまんじゅう、かりんとうまんじゅうの絵想像できます？うわ、かりんとうまんじゅうってなんか想像つかないでしょ。ちょっとこれ、あのトースターで焼いたらめっちゃうまいですよ。焼く？あ、いや、やってみてほしい。やったことないですか？ない。めちゃくちゃカリッとなってうまいですよ。じゃあ俺はモコ食べよう。モコうまいの知ってます？ない、わからん。モコはなんかな、ある時とない時あるんですよ。シュークリーム？シュークリームの生地がめっちゃもちもちしてるやつです、うん。自分から一口目買うんだよ。買った。あ、ちーさん一口食ってみてください。その後トースターで。うまもう。なんかカリッとしてめっちゃうまいんですよ。これちょっと預けていいですか？2分ぐらいこっちでやっていきますわ。はい。はい。じゃあシャインマスカット。食っといや。食っといや、お前ってな。お前食うなよってな。おすすめされとんじゃいこっちは。チルさん死ぬけ。ねえ、チルさんが死ぬけさ。全然味わえんかった。え、でもちゃんとね、うん、シャインマスカットあった中に。え、よかったですね。身入ってました？入っとった。俺が食ったとこ入ってなかったっすよ。お前も食っとんかい。でもいやよ。丁寧に振ったよ。ねえ、丁寧にね。で、向こうでもね、そろそろ行きますよって言われて、じゃあこっち2分ぐらいやってきますねーって。ナイスです、チュルさん。ちゃんとね、グッジョブやってくれたよ。いや、めっちゃ汗かいたし、お腹いっぱい、腹いっぱいなるね。そうっすね。で、ウルトラの時もめっちゃ食ったっすもん。最後食わんけったし、俺ブランケットみたいな。食わんけったし。はい、チーズ、奥君に食べてもらったもん。いや、いい、食べて、食べて。なんで食べてみて。食べてみて。うん、熱っ。思ったよりカリッとならんかったっすわ。あったかくなって美味しい。わぁ、うん、あったかい方が美味しくないですか？一口食った方がこぼれるけ。俺、食ってない、俺、うん、俺食ってない。え、いいよ、いいよ、これもう。いいって、いいって。いいって。ほんまんね、甘い。俺食ってない、あったかいやつ。俺、あったかいやつ食ってないけど。俺、ちゃん、今一つ一個も食ってない。誰も何も食ってないじゃん。確かに、何も食ってないわ。あれ、どこ行った？誰も何も食ってないことになるよ、そんな。次はもう結構時間経ったよ。確かに。なんだかんだで1時間オーバー。これでいきましょう。ホットスナック、あのレジの横にあるね。はい。肉まんとかってこと？まあ、肉まんとか、そうそうそう。肉まんなしで、じゃあ。言うなや。最近マーラー顔出たよね、あの、まあれね、肉まんのとこでね。気になるよね。気になる。それもなしじゃん。なしです。なしです。絶対なし。マーラー顔、マーラー顔、マーラー顔でやったって喜びませんか？誰も許せん、うん、そんな。はい、行きましょう。なしになるものがこれ以上増える前に、ね、行きましょう。店員と仲良くなりそうだね。ギャルがいました。ギャルが、ね、安心そうに。お腹いっぱいなってきたね。そう、パンパン。もう眠たくてね。眠たくなるね。もう眠たくなる。これはわかる。え、ありました、なんかこれじゃないみたいなのは。子供の頃からこれしか食べてませんっていう。なんか高くなっとった、めっちゃ。あ、ほんま。うん。でも俺は兄ちゃんに合わせられるんですよ、絶対これなんですよ。はい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 、ちっちゃい時から。うん、大体セブンって二択だと思うんですよ。そのうちのどっちかっていうと、これ兄ちゃんだとはこれっていうの分かってるんで、俺は。多分俺2つの1つを選んどるはずじゃけ、はい、合わせに行かねえいけんなっていう勉強をしました。うん、初めて。責任感は。よっしゃ、じゃあ兄ちゃんから行こう。チルさんからの方がいいんじゃない？チルさんから行こう。あえて。よし、はい、これそれは、そこは勉強しないですかね。分かんないでしょ、これ。やってもこれ唐揚げ棒。唐揚げ棒、おーん、ふーん、うまいっすよね。唐揚げ棒、うん、1個食べて感想をお願いします。あー、めっちゃ久しぶりに食った。唐揚げ棒ってジュクジュクっすよね。ジュクジュクしたね。ですよね。油すごいっすよね。油すごい。なんかそれが学生の頃ってうまいっすよね。それ見てどうするんや。次誰、次誰。俺。いや、兄ちゃんだ。
兄ちゃん。いい？すいません、中佐。今後も、ミヤキス。やっていくぞ、唐揚げ棒！おーい！おー。唐揚げ棒？いや、大丈夫だっけ？ああ。唐揚げ棒。唐揚げ棒。唐揚げ棒なんすよ。結局、ホットスナック、セブンは。で、唐揚げ棒って昔105円だったイメージない？あ、確かに。今190円とかだったんだ。高っ！そんな高かったっけ？もう見ようなったやん。コンビニで値段を。うわー！この人らは。105円だった。でしょ？それが今180円のプラス税とかになったわけと思う。ニンニクの生姜が効いてますよね、すごい。で、周りがすごいゴロゴロに衣がついとって。終わり？終わりましょうか。2人揃ったらありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待った。まだまだ終わらせません。私出させていただきましょう。はい。うわー、私が選んだのはこちらです。ドゥルルルルルルじゃん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 ドゥーッパーン。クッククッククー。目バッキバキだ。シャブ打たれた。唐揚げ棒。唐揚げ棒、唐揚げ棒。いけたね。うっすーリアクション。いけた。うわ、いけたんだ。いけたね。いけたね。すごい。割と奇跡が起きてるのに平常心で入れるのすごいですよ。まあでもこれは当てれる気はしとった。あ、確信があったんじゃん。当てれる気はしとった。分かっとったんじゃん。でもアメリカンドッグかこれだとは思っとった。すごいわ、ヒデさん。これで無事に終われますか。まだやる。次何かありますよ、テーマ。ロハ。それぞれの趣味が分かります。はい、ということで無事揃えました。よかったです。揃ったわ。紆余曲折ありましたが、これからもやっていけそうです。ぜひ高評価とチャンネル登録で楽しんでくれた方はぜひお願いします。お願いします。フォローもお願いします。お願いします。で、ライブ情報もありますんで、あの概要欄からぜひチェックしてください。お願いします。来てください、ライブ。はい。今年もあと少しですけども、うん、まだね、もう少し動画は上がりますので、はい、最後まで今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。新曲も楽しみにしててください。頑張りましょう、俺らも。頑張る。2022年バイバイ。こうやってったらね、食い物で遊んだらあれぶち殺される。こうやったら曲がって見えるみたいな。あー、懐かしい。柔らかく見えるってやつ。はよ食べよう、やれた、それ。